マイアミのお住まい、えー、やっと帰ってきましたねお疲れだと思います本当にね長い時間飛行機に乗ったりとかね旅ってのは楽しいんですけども旅が終わった時の,その緊張のほぐれですかあれをねなんかすごく いいいいもんだななと思いますよね我が家に帰ってきたぞみたぞみ気持ち、まあ、あの旅に向かう時もワクワクするんですけども帰ってくる時もねなんかワクワクしちゃうというかねなんかそんな気持ちがあって、えー、いいもんだなと思いますけどもお,お過ごし元気でお過ごしでしょうかはいそれでですね今回深澤さんから今後のね活動を改めてお話しいただいたんですけどもこれが素晴らしいんですよ。 YouTube そして FX これやり込むことをずーっとまっすぐ進むっていうねあのあれこれやっちゃダメなんですよあれこれやっちゃ欲を出したらあれこれやってどれかが当たるだろうみたいなのは本当よくなくて1個を当てるつもりで1個だけをずーっとやるとかねでもう1個をやっていくとかねこまあ2個が限度ですねだから FX をやりながら YouTube のおーホームワークっていうんですかねもう これは深さんにしてみれば毎日 YouTube をやるようなものですから特にね YouTube やりましょうって掛け声じゃなくないと思うんですよ生活に染みついてるんでまあだからとってもいいあのスタートラインに立ってるかなと思いますで FX は学びながら学んだことを YouTube で上げていくっていうのもねなかなかいいかなと思いますよねうん一石二鳥みたいな感じで、えー、アクセスも取れるし長い間のストーリーになるし振り返りもできるしうんなんかねその FX をやりながら なんかこう解説をしゃべるとやっぱもう覚えていくんですよ覚えてるくことが3倍から5倍ぐらいになると思いますんでね <laughs> だからあのテキスト読んで一つの専門用語も専門用語を説明する動画を作っていくとかねいちごとか例えばダブルトップってはど,ういうどういうものなのかってことを説明する動画をなんか1分ぐらいで撮ると <laughs> 結構いいと思いますよそれはあの見てる方も使えると思いますしやってる方が覚えられやすいですしね さあそんな感じでね日本ではあ深草さん参院選ってのがあって、えー、まあ,あねいろいろと議論が巻き起こったりそれからあ雨上がり決死隊さんのねあえて芸人問題があったりとか。 闇営業とか、ね、直営業業ととかか直それからあのジャニーズ事務所の問題があったりとか,とかくは芸能界界政治とということになってきます私はまあ芸能界のことはまあトーンと分からないんですけども映画を見たりね、えー、テレビのプログラムをそのネットで見るぐらいなんであの芸能人っていうのがいるのは分かるんですよ分かるんですけどもその方に一人一人に対してあの要するに演技をしてないところに対しての興味があんまり分からないんですよね。 だからそのお笑い芸人さんっていうのは本当楽しい存在だと思うんですよ。うん、でこれからもねこの笑いの少なくなった世の中に貴重な存在だと思いますんでその人の気持ちをねモチベートしてくれるそれいわゆる癒してくれたり慰めてくれる筆頭だと思うんですよね。うん、ですからねあのお笑いをする人が笑えなくなるっていう風な追い込み方を、うん、してほしくないなと。ももちろん反社会勢力の方もあの こうなっちゃうからちょっとお笑いがなくなっちゃうからやめてよっていうところもありますし、うん、それからねあの闇営業直営業したからって言ってまあ僕ら視聴者にね迷惑かかんないわけですよ、うん、なんかそういう言い方したら乱暴かもしれませんけどもあのいろんなことをね笑いに変えてくれるっていうふうなのにそのお笑い芸人さんの最大の特徴があるわけですからねそれを潰すようなことはみんなでねしないようにしていただきたいかなと思いますしそう考えると。 えー、まああれはねあのダウンタウンの松本さんとか若狭さんとかビートたけしさんがきちんとね芸人さん一人の、まあ、労働者といったらあれですけどね弱い立場に立ってくれて強いものに一緒に立ち向かってくれるっていう姿はいいなと思いましたね。はい、そこで今回ねマイアミの方にもちょっとね聞いてみたいことがあるんですけどもアメリカにもお笑いとかね コメディってあると思ううんんでですけどども、えー、まあその辺どうなんですかねなんか,なんかアメリカで有名なダウンタウンみたいなお笑い芸人さんとかそういうねテレビプログラムで面白いコメディアンとかいらっしゃったらちょっと全然知らない一人も知らないですねミスタービーンさんぐらいですか見たことないししかも、うん、なんかその辺ちょっとねアメリカのお笑い事情芸能事情 よろしかったら教えていただければと思いますけどもこれ視聴者さんにもね即歌塾の皆さんも興味あることだと思うんですよ。よろしくお願いします分かる範囲でで結構です。